さて、今日は久しぶりにここへやってまいりました。狙いはチヌってことで、この間チヌ名人から超過報告が入りました。それがこちら。どうですか、7枚。いやー、ちょっとね、なのでもう早速ね、来たわけですよ。海もちょうど穏やかだし、もう絶好の釣り日和ですね、今日も。あちらの方ではベテランさんたちがアジじゃんじゃん釣られてます。で、青物の回遊情報もいただいてますので、一応スタンバイしてますよ。いやー、どうなることやら、やってみようと思います。いやー、チヌ名人、よろしくお願いします。今日はちょっと時間の許す限りサポートしていただけるということで、心強いです。いやー、頑張りますよ。目標、今日はゼガヒでも1枚。もうここで念願のチヌを釣り上げることができるか、頑張ります。それでライン出さんで、ええ、そのままにしとってください。このままキープ。そのままキープしとっていい。了解。塩緩んできたケース、さっきを緩んだ。おお。あはは、は塩の方が早い。あ、このラインのたるみ方だと2枚以上みたいな感じ。おお。取って、はい、で頭の方から入れる。頭の方から刺して尻尾で止める。これ。おお、なるほど。付け方もいろいろありますね。海の中の状況を探るには餌の付け方も重要みたいです。いやー、本当にちょっと15分前からの名人講座を ずっとビデオに収めたかった。よっしゃ、行くぜ。よっしゃ、来た。来た。ちょっと本命かな。なになになに、カワハギ。お、カワハギ。おお、ちょっと。そうね、レバー。これちょっと、ああ、ちょっと、コイカ師匠から譲り受けたこのリール。外れないでよ。A 型ですか。A 型。やったー。やったぜ。お、でけえわこのカワハギ。おやった。カワハギ。おお、いいカワハギ。本面棒、本面棒。25センチ。いやー、ちょっとおいらは休憩取らせていただく間に、ちょっと名人にやっていただきます。いいですか。はい。今もう小さい当たり取ろうと思うちょるんで、ラインバチバチに今八丁すよ。ああ。一切のたるみはなしで。ああ。自分のこの竿重いでしょ。重いです。全然違いますもんね、名人の竿と持った感覚が。検証員になるかどうか。竿ごとが繊細です。餌の付け方、棚の微調整、ガン玉つけたり、ラインの張り方、誘い方、もう一頭ごと何かしら変化をつけて、もう俺らみたいに運任せじゃないですね、全然。すごいなと思ったのは、
餌がのいたついてる。お、来た。何？ちょっと。お、ちょっと。どういうことですか。なんかこの光景はだいぶ前にちょっと覚えがあるような。なんかツンちゃんに竿を渡した瞬間、チム釣ったみたいな。え？あ、バレた。あ、嘘。あ、マジ？バレた。あ。ちょっともう人に竿を渡した瞬間釣れるというこのどういうこと。一応チヌ狙いです。あ、そうなんですね、うん、へー。いやーちょっと、あ、いやちょっと今ちょっといますね、いますね。明朝さんどうぞ。いやちょっと僕あの今日サポートなんで。いやちょっと主役を飾ったらいけないやろ。ますよ。いやー参ったこりゃ。よっしゃよっしゃ、チヌはいることは分かりましたんで。めちゃくちゃ引きますからね。おお、それを味わいたい。来たけど、めでたい。まあおいらはこんなもんか。来たよ。でも何が来た、これ。あ、ベラか。ベラですか。ああ、そっち上げていいですか。うわあ、でけえなこりゃ。うわあ、ああ、だぞ。よっしゃ、よっしゃ、どうだ。入りました。やったー、やったぜ。カワハギ、にぎめ。よっしゃ。いや、あ、今日僕はね、カワハギ釣り来ました。やった。あ、いい方だ、またこりゃ。あ、ええとこタッチや。イエーイ。あ、ちょっとサイズダウン。うん。あ、でもここでこんなカワハギが釣れるんですね。はい。いや、ようこそいらっしゃいました。もうチム名人のリクエストにお答えしまして。いやちょっと最高でしたね。うん、じゃあちょっとのんびり、時間の許す限りのんびり釣りましょう。織姫アイス、ありがとうございます。やった。あ、ちょっと休憩しましょうか。なんていうんですかね。やばい、チヌ名人メロメロです。やばい。あ、休憩。ちょっとポイント休めてまた狙いましょう。いただきます。全然違う。いや、どういうわけか自分の竿を人に持たせたらその人が釣るんですよね。ツンちゃんといい、今回といい。まあ、ちょうことは織姫さん、ちょっと後で持ってもらって。とんでもないのが来るかもしれない。天気を変える勇気があると思います。うん、ねえ、結構向こう高さがありますからね。大丈夫ですか。
いやドキドキ、ビギナーズラックで本当に釣れるかもよ。られる練り餌は本当に何がブレンドされているかわからないような特別な餌ですよ。あれ色はこれと似てますけどね、これをただ団子にしたっていうわけじゃないみたいですから、うーん、コカ・コーラのレシピと同じぐらい企業秘密です。一回でも魚の手応えを味わったらもうこの後釣り具屋さんに直行でしょう。私釣り始めますいきなりガマカツくださいって織姫さんだったら言いそうな気がする。もう名人の言う通りやっても何のこっちゃでしょ。名人はね本当海の底がね見えてる感じですよ。本当にレクチャー受けても違いが分かりませんもんね。いつ食べられたのかがよく分からないです。だってもう餌がついてないあるっていうのを浮きで判断しますからね、全く分かんない。釣れますように。こんなもんじゃない。あー今もう当たりましたけどね。おお、なんか食ってきますね。なんだろうなんだろう。織姫さん終了です。いやーなかなか、あこれこれこれが黒ですよ。いやいやお疲れ様でございました。お仕事でちょっとここまでですけど、またそのうちにね楽しみましょう。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。アイスクリーム、よっしゃー。これじゃあ、あとは切れ込みだけ。さあ、釣りますぜ。おっしゃー、おっしゃー、なんか来た。あ、なに、あーやった、まためでたい2匹目。まきえなくなりました。これラストかな。完食です。よっしゃ頼む。引いてる引いてる引いてる。本命でやってくれ、頼む頼む。あ、なに、なに、バリー、マジでマジか。くぅー、この引きで、マジで、どれ、バリバリ伝説。参った、来たかと思ったのにな。終了です。いや名人お疲れ様でした。いや今日ね本当仕事明けにすいません、ありがとうございました。何度かちょっと一枚仕留めたかったんですけど、今日はまあカワハギ釣りに来たということで、釣るべ
ベストならぬ、ハギベストで。ああ、そうですね。はい、いや、でも本当ね、ここあんないいカワハギが釣れるとは。ねえ、カワハギ狙いで来てもいいかもですね。ああ、うん、びっくりしました。いや、しかしなかなか自分には絹が釣れんすね。バケヒラの次はもうチヌカって感じですけど、ちょっとしつこく狙いに来ますよ。またよろしくお願いします。ありがとうございました。